東武鉄道斡旋系リバイバルカラー都東上線昔話ということでお送りします。柏に飲みに行った時にたまたま東武鉄道斡旋系リバイバルカラーに遭遇。東武東上線沿線に住んでいた時の記憶を思い出したのでちょっとだけその当時の話をしたいと思います。なお柏駅でのリバイバルカラー車両の発車シーンは動画の最後にあります。最後までご視聴いただければ幸いです。1975年頃東上線には8000系の一世代前の7300系7800系が現役で走っていました。池袋駅は東武東上線と西武池袋線のターミナルですが、その頃西武には東武7300系のような古めかしい車両はすでにありません。そのようなわけで西武沿線の方がハイソサエティな感じを醸し出していました。デパートの東武デパートよりも西武デパートの方が格上感がありました。そんな東上線ですが乗っていて何より嫌だったのが7300系の床が板張りだったこと。板張りの床は修繕のために定期的に油が塗られるのですが、塗りたての時の油はかなりきつい匂いでした。小学生だった私はその匂いで体調を崩し我慢しきれず車内で吐いてしまったことがあります。そんなわけでその当時は車両形式とか分かっていなかったものの8000系に乗れると外観はかっこいいし車内の床も板張りではなくビニール張りだしでとても嬉しかった記憶があります。そして1980年代に入ると東武はツートンカラーの塗色をやめて正規クリーム一色に変えてしまいます。経費節減のための措置なのですが子供だった私は何も知らずにこの色はきっと下地に違いないいつになったら新しい塗装になるんだろうそのようにずーっと思っていました。他方西武池袋線の塗色はというと鮮やかなレモンイエローで明るさかっこよさがあり塗色でも西武との差を見せつけられたと感じたのも思い出です。昔話はここまでです。それでは柏駅発船橋駅行きの発車シーンをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。